おはようございます、マチです。ご視聴ありがとうございます。さあ、ジンバルの動画でございます。いや、やっと撮れます。これずっと撮りたかったんですけど、なかなか間に入院とかね、挟まっちゃって撮れなかったんで、今日お話ししようかと思ってるんですけど、これ一応このジンバル、モザミニピージンバルっていうのこれ買って半年ぐらいかな、だいたい経ったんですけど、なんでこれの動画今撮ろうかと思ったっていうのは、ですね、つい1ヶ月前ぐらいにドローン展、ジャパンドローン展っていう、このドローンの技術をとか、あと新製品とかをね、いろいろ展示するイベントがあったんですけど、それにジンバルを持って、もう最高ヌルヌルな Vlog を撮ろうと思って気合い入れて行ったんです。まあ大変でしたっていうのがね、きっかけです。なんでちょっとジンバル買おうと思ってる方、ジンバル持ってる方、参考にしてください。よろしくお願いします。というわけで、モザミニピージンバル半年使った感想というか、経験をね、話していこうかと思うんですけど、すごいね、雨が、ちょっと雨の音入ってたら申し訳ないですけど、まあいいでしょう。大きく分けて、自分がこのジンバルを使う用途として2つあります。で、1個は作品撮りで、もう1個は Vlog、 この2つに関してちょっとお話ししていきたいんですけど、まず作品撮り、これに関してはバッチリです。問題ない。まあ強いて言うなら、これはもう自分の責任でもあるんですけど、ペイロードって言うんですけど、それぞれこのジンバルの大きさによって載せられるカメラの重さが変わってくるんですよ。で、このモザミニ P ジンバルとかだと、900g とかだったかな、確か 900g 乗るんですけど、これまあもう、これは前回買った時の動画でも言ってるんですけど、まあギリギリで載せてるんですよ、自分ちょっとオーバーぐらい。なんでかっていうと、こういうね、リグとかをね、今日カメラに組んで載せてるんで、結構ギチギチで乗ってるんで、軽いレンズのセットアップじゃないと乗んないんですよね。だから基本的には広角レンズを載せて撮影してるんですけど、強いて言うなら、単焦点レンズを載せて撮影したいなっていうのが野望というか希望かな。でですよ、問題なのが Vlog、 この Vlog がね、ちょっとめちゃくちゃいろいろ問題がありまして、この動画を撮ろうっていうね、ことに至ってるんですけど、怒ってるわけじゃないですよ、もうこれはもう全部自分の責任なんで、経験をこれ話してるんですけどね。いや、 Vlog って何が一番問題かっていうと、音をちゃんと撮らないといけないんですよ。音で、載せてるカメラのセットアップとしては、作品撮りと全く同じで、 α6400 にこれリグ組んだ α6400 に広角レンズ、このソニーの 10-18mm ね、これをつけてるんですけど、まあペイロードギリギリなんですよ。ギリギリとかちょっとオーバーしてるぐらいなんですけど、撮り始めて、さあ気合い入れて会場に向かいましょうっていうね、時ですよ。普通にこう撮ってまして、これカメラ乗せた方が分かりやすく、ちょっとなんか適当にカメラ乗せますね。ちょっと乗りはしないんですけど、これ分かりやすく、これカメラ模型だとしてください。ですね、普通に、まあ、Vlog って自撮りもしたり、風景撮ったり外を撮ったりもするじゃないですか。で、さあ撮り始めます。これでこう自撮りモードにしまして、さあ今会場に来ましたみたいな感じで喋ってるじゃないですか。この時のマイクはこっち向いてるんですよ、こっちで。じゃあいざ会場に着きました、はい、このモザミニピージンバルには自撮りモードと外撮りモードがあるんで、このスティックをね、3回押しまして、外にカメラをグイーンと向けました。この時に何が起こったかと言いますと、マイクが今度カメラをね、外向けちゃったから、マイク外向いてるんですよね。ってことはですよ、マイクをこっちに向けなきゃ自分の声が入らないっていうことで、自分の場合、もうこれは Vlog ね、ずっと撮ってきまして、学びました。
マイクを、簡単に自分の方向けたり外向けたりするっていう方法、これもだいぶ悩んだんですけど、そのために自分リグ組んでるんですよ。このリグにここにマイク、これコールドシューがついてるんですけど、このコールドシューこう回るんですよね、こんな感じで。ってことは外にカメラ向け、外にマイクを向けることもできるし、中にマイクを向けることもできる。これめっちゃいいんですよ。これ概要欄に貼っておくんでマジでこれ便利です、手持ちの時はね。マイクをこう内側に向けるとき、こう荷重がかかるじゃないですか。そうすると電源が落ちるんです。これしょうがないんですけど、そういうね、高負荷をモーターにかけちゃってるわけなんで、こいつ自体がね、これ以上もう荷重かけないでくれって電源落としちゃうんですよ。なんでだからカメラを外に向けたり内側に向けたりするたびに、いちいち電源というかこのパワーがゼロになるんですよね。だからその度に電源切って入れ直してって言って、こう再起動させてあげなきゃいけないっていう、そのね手間がね、もうびっくりしました。ああなるほど、作品とか Vlog だとそういう手間が1個かかってしまうのかっていうのに1個びっくりしちゃって。でもまあ会場結構ねざわざわしてるんで、内蔵マイクに切り替えるのはちょっと怖いなっていうのもあって、ずっと外付けをね我慢して、こうこっち向けたりそっち向けたりしながら使ってはいたんですけど、で結構こう会場いろんな人に話しかけながら説明とかねしてもらいながら見てたんで、いざって時にこう、あここはもう切り替えてる暇ないっていう瞬間があって、じゃあもうこの瞬間に内蔵マイクに切り替えようと思って、録画したままマイクの線を抜いてそのまま回したタイミングがあったんです。いやそれダメみたいですねそっから一切音が入ってないっていう状態になっちゃってました、一個クリップが。そういうね、ちょっとなんていうの、ヒューマンエラーじゃないけどね、やっぱミスがね出るんですよね。ちょっとショックだったなそれは。でも一個学びがありましたけど、録画したままマイクは抜いちゃダメっていうね、お気をつけてくださいいやちょっとでもあれはショックでしたね一個。でもう一個の、軽い問題点としては、リグがあってカメラがついてて、こっちにマイクがつくんですよ。でそうするとね、若干やっぱマイクってそんなに重たくないんですけど、もうペイロードギリギリで乗せてるっていうのもあって、こっちにマイクが乗るとバランスがねちょっと取れなくなるんですよね作品撮りとかしてるときはマイクつけないんで、バランス取れるんですけど、やっぱねマイクがつくとね、もう限界、バランス限界になっちゃって、ちょっとバランスが取れない状態で乗っけてるっていうのもあるんで、これが問題かな。でもこれは自分のなんて言うんだろう、自分のせいでもあるんでしょうがないと思ってるんですけど、なんで Vlog でのこのジンバル撮影は主にマイク問題かな、ここがめちゃくちゃハードルなんじゃないかなってちょっと思ってはいるんですよね、経験上。マイク問題みんなどうしてるんだろう。この答えは多分もう内蔵マイクに割り切るっていうのがねしかないと思うんですよね。って言ってもやっぱイベントとか会場とかね、ああいうざわざわしたところではなかなか内蔵マイクだけではきつい気もするんで、このジンバル自体にマイクがつけられたら最高なんですよね。ないんですかねそういうアタッチメントというか、ここになんかカメラからこうケーブルが出てここにマイクがついて、あーでも難しいか、カメラはだってこう動いたりこう動いたりしますもんね。ねこれ結構ね、だからこのジンバル内になんか SD カードスロットル挿してマイクを内蔵したらいいんですよ、ここに
Vlog 用のジンバル、これあの開発してくださいぜひ。 SD1 個増えてもいいんで、このジンバルにマイクを内蔵する、ぜひお願いします。それかなんかこういう方法いいですよっていうのあったら教えてください。いやちょっと解決できなかったんですよね、マイク問題だけは。でもあれか、あ、1個思いつきました。今マイクで、自分の持ってるマイクはロードのビデオマイクロっていうマイクなんですけど、一方向しか撮れないマイクなんですよ。単一指向性でマイクが向いてる方向しか撮れないんで、それをなんか今双方向撮れるマイクいろいろあるんですけど、それにしたらいいんだね。そういうのをやっぱチャレンジで、これだからマイク沼なんですよね、こっからこういうの始まるとこういうの始まるとマイク沼なんで、まあまあまあ、そう確かにそれは一個いいかもしれない、それが答えかもしれないですね。答え見つけました、ありがとうございますまあそんな感じで、Vlog でのジンバル運用はマイク問題がちょっと一手間かかりますよっていうのをちょっとお話ししたかったんです。まあなかなかイベントレポートみたいなのはなかなかレアなパターンではありますけどね、普通に外で結構そんなにうるさくないところで街とかね撮ってる時はまあまあまあ最悪マイク外付けなくても全然今カメラの性能、マイク性能めっちゃ良くなってるんで全然問題はないかなとは思うんですけど、やっぱクオリティちょっと求めたくなる瞬間はあるんで、いろいろ試行錯誤、まあそれが楽しいんですけどね、試行錯誤していきましょうそんな動画です、というわけで、ジンバル半年使ってみた感想というか経験でした、ありがとうございますフィルムカメラもね今いろいろ動画にしてますけど撮りに行きたいんですよね。結構こう座って、ここに座って喋って動画撮ることが最近増えてるんで撮りに行きたいんですけど、これ今このスタイルの動画が多くなってる理由お教えしましょう。あのですね、今ちょっとこの2週間ぐらい前、もう2週間経ったかな、怪我の手術で入院してまして退院してきたんですけど、ちょっとの期間あのね両松葉で生活しなきゃいけないんですよ。これがね怪我してからもう2年ぐらい経つんですけど、意外と両松葉使って生活したことがなくて、今まで一番最初はすごいごつい双眼固定って言うんですけど、こう器具みたいなのをつけてたんで杖なしで折れてるけど杖なしで歩いてたり、でそっからちょっと、時間が経って、その器具を外して片松葉で生活してたりはしてたんで、なんだかんだ片松葉とかで生活するときはあの片手が使えたんで全然不自由なかったんですけど、今手術終わりで多分何ヶ月ぐらいになるかちょっと分かんないんですけど、2、3ヶ月どうなんでしょうね、ちょっと来週診察があるんでそれによって変わってくるんですけど、ちょっとの期間この両松葉でね生活しなきゃいけなくて、歩く時に両手が塞がっちゃうんですよね。これ骨折した人多分分かると思うんですけど、意外と不便なのがねちょっと最近びっくりしてるんですけど、あてこのジュースとか例えばね持ってくるじゃないですか、両松葉なんでもうどうしようも持てないんですよねなんでジュースとか持ってくるときはあのケンケンしてこう運んだりしなくちゃいけなくて、バシャバシャこぼしながらちょっと持ってくるみたいなことがあるんですけど、だからもう外にね写真を撮りに行けないんですよ、どうやっても。これがちょっと痛いんですけど、いや写真ね撮りたいカメラいっぱいあるんでちょっとの間我慢な感じなんですけどね、なかなか外撮影っていうとやっぱカメラ持ってね、カメラ持ってじゃないですか、だから確実に片手は塞がるから、せめて片松葉にならないとなかなか外には行けないんですよね本当に。それこそこのこれね、ニコンの FE、 今めちゃくちゃ自分がハマってる
ね、このモータードライブつけてめちゃくちゃかっこいい FE、 これ半分ぐらい撮ってあと10枚ちょいフィルムが残ってるんで、これをとりあえず撮り終わりたい気持ちではいるんですけど、なかなか外に行けないっていうね、もどかしさあるんですよね。もうちょっとだけお待ちください。それがもう最悪車でどっかに行って車の中から撮るとかね、そういう感じになるかな。ちょっとそういうのも面白いかもしれないですね。そういうスタイルの動画でもよければちょっと撮ってみようかな。ドライブフォトみたいな。まあなんかそういう新しいスタイルの撮り方もね、せっかくこういう状況はね、不便ではあるけど、こういう状況でしか撮れない、なんて言うんだろう、そういう写真とかもあると思うんで、まあ思い出としても動画に残すのはいいことだから、ちょっとやってみようかな。まあそんなところで、いろんな形で、カメラの動画作っていきたいなと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録まだの方していただけると嬉しいです。ではでは、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。